こんにちは、タロットリーダー協会の桜美久です。今回は対人関係を良くしていくためにはどうしたらいいかというのをタロットに聞いていきます。職場、ママ友、親、夫、全体的になど自分で気になる対人関係を頭に浮かべてくださいね。ではこちらの A、B、C の中から一つ選んでください。あまり深く考えずに直感で選びましょう。選びましたか？ではカードを順番に開いていきますね。タイムスタンプを下の概要欄に記載していますので、ご自分の選んだカードを先にご覧になりたい方はそちらを参考にしてください。それでは早速 A から見ていきたいと思います。 A のカードは鳳凰とカップの2です。対人関係を良くしていくには、自分のことをガンガン話さないようにして、まずは相手の話にしっかりと耳を傾けることを意識していきましょう。あなたは常識的で優しいですし、そういうところが尊敬されています。サブカードでこのカップの2という1対1でこう交流を図っているカードが出ているので、大勢の人と交流しようとするよりも、一人一人と丁寧に会話をしていくことで、あなたの良さも伝わっていきますよ。この鳳凰のカードのように真面目さと誠実さを出していきましょう。 B を選んだあなたのカードはこちらです。力とワンドの6、逆位置です。対人関係を良くしていくには、相手の欠点を受け入れてあげることを意識したり、寛大な心を持って接していくと良さそうです。仮にもしあなたが今大変な状況だとしても、周りからはそう見えなくて、とても安定感がある人、しっかりしている、スマートに動いていく人というように見えているようです。相手に安心感を与えているようですよ。サブカードでワンドの6の逆位置が出ていますし、力のカードもこう目立って動いていくものではないので、先頭に立つとかではなく、こう縁の下の力持ちを意識してみてください。仕事だったらやるべきことをこうスッとこなし先にやってみたり、プライベートでもこれをしてほしそうだなと思ったらやってみるといった感じです。良いところを見せようとしなくても周りは分かってくれるので、ゆっくりスマートに行きましょう。 C を選んだあなたのカードはこちらです。女帝とソードの3になります。対人関係を良くしていくには、基本的には受け身で行きましょう。ガツガツ積極的に交流をしようとするよりも、みんなを包み込むような、周りの成長を大切にするような温かい雰囲気作りがいいようです。サブカードでソードの3が出ているので、相手の発した言葉で傷ついたりすることもあるかもしれません。ですが、人は悲しみを経験するほど他の人への理解を深められますし、人生の喜びもさらに感じられるようになります。あなたの優しさに甘えて深く考えずに発した可能性もあるので、あまり深く複雑に捉えずに、おおらかな気持ちを維持してくださいね。あなたのプライベートな話も交えると交流も楽しくなっていきそうですよ。以上です。いかがでしたか？少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。これからもいろいろな動画を配信していきますので、チャンネル登録してくださいね。それではごきげんよう。